身体集計障害あるいは集計恐怖症とは、極度の低い自己価値観に関連して、自分の体や微臭に極度にこだわる症状である。実際よりも低い事故の身体的なイメージが原因である。俗に集計恐怖また集合恐怖とも呼ばれる。自殺率は整形経験者の45倍と極めて高い。精神障害の診断と統計マニュアル第5版の DSM-5 では脅迫性、障害関連症群に含まれる。その強い脅迫関連から身体集計障害はうつ病を併発する割合もかなり高いとされる。人口有病率は0.5から0.7%ほど。BDD のハイリスク層には、うつ病、社会恐怖、アルコール乱用、薬物乱用、脅迫性障害。 接触障害などの罹患者が挙げられる。治療法については身体集計障害管理を参照。精神医学的障害の一種である。集計恐怖という言葉が19世紀にこの病気について初めて発表したイタリア人医師の名付けた言語を日本語訳したものとして作られ、長らくこの用語が日本では一般的であった。しかし、近年、患者が顔だけではなく、 身体全体を気にし出したため、身体集計障害と呼ばれることも多くなった。1995年に発表されたアメリカの調査によると、有病率は1%であるとされているが、患者は自身の身体集計障害を医師にも言わない傾向が多いため、実際にはより多数の患者がいるのではないかと推測されている。日本では1990年後半から多くなり出した。 このうちに割は、引きこもりのような状況になるとされる。整形をする人も多いが、思い込みであることが多いため満足な結果が得られることは少なく、結果的に逆に顔を崩してしまうことさえある。この障害を持つ場合には、1日に何時間も自身の肉体的な欠陥について考えるようになり、極端に社会から孤立してしまうとされる。男性の場合、 第二次成長によって男らしく変化した部分を嫌い、幼児期のままの自分でいたいと思う傾向が強いと、される。また、女性の場合は、母親や姉妹など、周囲の体に対する優劣を意識する傾向が、強いとされる。顔自体に限って言えば、男性に多いが、身体全体にわたる場合は女性に多いとされる。集計障害者の割合に、男女比の差はあまりないとされるが、 囚われる箇所は男女ここ様々で体全体に至る。アメリカの調査ではこだわりの多い部位はまず髪の毛へのこだわりが63%と最も多く、ついで鼻、皮膚が50%、目27%、頭や顔全体20%、身体全体、骨の形20%、唇、顎、腰17%、歯、足。 膝13%、胸、胸の筋肉、自分の顔全体をミニキーと考える10%、耳、頬、ペニス7%、手、腕、首、額、顔の筋肉、肩、お尻3%と報告されている。鼻を気にする人は特に多い。上実の通り、集計障害者は自身の体の至る部分に偏ったボディイメージを持っている。 一度今日で見た顔や容姿に至るイメージへも、格好たる真のイメージを持ちづらいとされる。それゆえ、何度も鏡を確認するものと思われる。集計障害者の日常生活における困難は、鏡などの反射物に映る顔全体の影形や、その姿であり、その対象物を何十分、何時間という単位で目で確認し続けるという、脅迫性障害でいう脅迫確認。 または脅迫行動によって支配される苦しみや苦痛である。また外出した際は他人の視線を意識しすぎてショーウィンドウのガラスや車のガラス、バックミラーなどに自身の顔や容姿を映し様々な角度から自分のこだわっている箇所を確認し続けるという行動をとる。その姿が自分の思っていた顔や容姿とのイメージと合致した場合は気分が高揚し、 安心感を持ち、かけ離れていた場合はひどく落ち込み、目的だった事柄や場所に行けず、冷や汗をかいて引き返してくることもある。また外出時は、自分の顔、容姿のこだわっている箇所を他人と必死に比べようとも、する。また反射物に限らず、写真や映像に撮られることも嫌い、その自身が映った写真や映像から目を背けたり、映りたがらない。写真や映像に映った、 自身の顔、姿のイメージが、事故のイメージと合致すれば、蒸気のような心理状態になり、違った場合は落胆し鬱になったり、写真の場合は、破り捨てることも見受けられる。その結果、履歴書などに載せる証明写真を撮るのに支障をきたす、場合がある。また、集計障害者は、鏡やガラスなどに映った自分を見続ける、確認行動がある一方で、 必死に鏡やガラスなどの反射対象物を避け、なるべくこだわっている箇所を映さない、映らない、確認しないなどといった極端な側面も持ち合わせていることが多い。なぜその両面を持ち合わせているのかは、具体的にはわからないが、脅迫性障害でいう脅迫確認の負のループに、自身の大事な時間を費やされたくない、その確認している様を他人に見られるのが恥ずかしい。 奇妙な行為だと思われるのが怖い。またその確認でこだわっている箇所を見てしまったための落ち込みの不安で恐怖と絶望の渦に陥りたくないという心理的要因が働くのではないかと思われる。そしてこの二つの面を持ち合わせているものもいればそうでない者も,もいるようである。集計障害者は妄想的に確信を抱いた囚われのパターンと元々の細かい 血管にとらわれてしまうパターンとがある。後者は投薬治療ではなかなか改善しない場合が多く、10年近く症状で悩まされる場合も多い。いずれにしても、細かい顔や体に対する血管や妄想的とらわれが身体集計障害の特徴である。自分の容姿にとらわれるあまり、家族にまでそのとらわれ箇所の確認を要求する家族、巻き込み方もこの病の典型である。 その結果、家族のいい回答が得られずに、家庭内暴力にまで至るケースもある。またこれら反射物による恐怖を発端とする、危機行為により、日常生活に多大なる影響を与える。特に就労に関してこの問題は大きい。例を挙げれば、反射するモニターを使用する、光沢液晶や CRT の仕事を忌避したり、サイドミラーを恐れ運転免許が取れなかったり、 統治名的な支障を就労に置いてきたんす。自分の顔への恐怖は、裏返せば、他者の視線への恐怖であり、面と向かってのデスクワークや会議、及び面談等でまともに生体して、視線を合わすことさえ困難を極める。結果的に、能力的にできる職種であっても、集計恐怖が先行するあまり、自ら職業選択の幅を狭め、 最悪何も仕事を選べないという状況になり得る。プライベートにおいても、そのような状態では恋愛は、愚か友人関係を築くのにも著しい困難を生じる。症状の性質上、健常的な範疇内での純粋な容姿のコンプレックスと身体集計恐怖との判別がつきにくいことが、この病をより複雑化している。両者を合わせ持つケースも考えられる。しかし、 集計恐怖患者は自分の容姿について絶え間なく悩まされるという部分に両者の間で決定的な違いがある。集計恐怖患者の中にはもちろん誰にでもあるような客観的に見られる体の醜さで悩むこともあるだろうが、それ以上にその醜い容姿が気になるという思考、感情をコントロールできない部分にこそ本当の根深さ、問題が隠されている。 また顔というのは全体的バランスとして微臭を判断すべきだが集計恐怖患者は目、鼻、口、毛髪等細部の各パーツごとに極度のこだわりと理想を持っているのも特徴である。この状態が逸脱しすぎて一般的に言われる微臭というより自分の中で描いている理想と現実のギャップに絶望、不安と混乱を生じやすい。妥協という言葉は 一切生じない。このミニキーという不快な思考を抑えても、抑えても果てしなく湧き上がる状態は、例えば脅迫性障害で人を車で跳ねたのではないかものが決まった場所にないと焦燥を感じる、等の向上的な永遠と反復する不安に陥る、思考をコントロールできない部分で共通する、脅迫性障害と深い関わりがあると言われる理由は、ここにある。つまり、 常につきまとわれる容姿についての悩みと、その不安を消失させるために鏡を見る等の確認行為、そして鏡や反射物を恐れるは、すべて脅迫性障害によく見られる行動パターンである。天井的範囲での容姿コンプレックスであれば、一時的な関念的悩みはあれど、脅迫行動や逃避行動までには至らない。また、鏡を見る行為一つとっても、 健常者であれば、エチケット見出し並みとして、気軽に見る行為であるが、集計恐怖患者の場合は、そのような要素よりもとにかく不安を抑えるための確認作業、苦渋の解決策として、極度のストレスを伴いながら、鏡を見る。これらの点を踏まえると、この障害は、精神病というよりは、先天的あるいは環境による、性格的、神経症的な要素が強い。 したがって、この症状は、外界からのストレスに比例しやすく、労働や人間関係等で、ストレスが増すとこの症状もまた増幅する傾向がある。このような悪循環なループに陥ることが多く、集計恐怖患者は、自己解決能力が著しく、乏しいとも言える。高頻度でうつ病を合併しやすいのも、特徴的で、 これは脅迫性障害患者においてもよく見られる。持続的に襲われる容姿に対する不安、恐怖やそれを抑えるための確認、逃避行為によって精神が疲弊し、結果的にうつ病が導かれるものと考えられる。また集計障害患者は、ある程度の割合で、自習症も併発しやすい。これは、自分の匂いによって他人に迷惑を与えていないか、あるいは、 自分の容姿によって他人に不快な気分にさせていないか、という両点で、対人恐怖症的要素が強く反映されている。また、客観性を欠いた妄想的なとらわれから見にくくないにもかかわらず、事故をミニキーと判断しこの症状に陥ることもあり、これにより、統合失調症の先駆症状としてみなされることも、ある。脅迫性障害から派生する場合は、 統合失調症の妄想性と異なり、性格由来の完全主義、頑固さが局部的な思考の歪みとして容姿に集中するために起こる。この点で一口に集計恐怖といっても、脅迫性障害や統合失調症等その発生過程は異なる。患者によっては時間帯によって症状が変化することもある。例えば、朝方から日中にかけて、 集計恐怖の症状が強く現れ、日没後から症状が落ち着き出す等である。この日中夜間における症状の変動は、関連性が持たれている、うつ病患者においても、顕著に見られるものである。これは、本来生物に備わっている日中、精神活性化を司る、交換神経と夜間の精神緩和を司る、副交換神経の作用、影響が考えられる。 原因としては、うつ病や脅迫性障害との関連が挙げられる。また、自習症などと並んで、統合失調症の先具症状として現れる場合も多い。あるアメリカ人の研究者は、集計恐怖は脅迫性障害の仲間に入ると述べている。また、実際、集計恐怖は、脳内の神経伝達物質であるセロトニンを増加させる薬に反応するという報告がある。 人とのコミュニケーションをうまく取れないため対人恐怖や劣等感に陥り、その感情を外見の劣等へ形を置き換えることで無意識的にバランスをとっている側面もある。自己へ自己へと意識が集中しすぎ自身で完璧なこうであらねばという枠組みを形成してしまうのが根底にある。外界への意識を拡大させるとともに自分への微臭のこだわりより先に 対人スキルを含む内面、精神に対する誤った認識の確認、再生、充実が結果的にこれらの脅迫観念を解決させる一助になり得る。DSM-4 の診断基準 B は著しい苦痛や機能の障害を呈していることを要求している。また、診断基準 C は他の精神障害に当てはまらないことを要求している。 p d d と診断された場合は、また自殺、自傷行為リスクを評価すべきである。正常な不満足はよくあり得る。神経性無食欲症では、太っているかということに限定される。社交不安障害では、外見だけを気にしているわけではない。うつ病では自信のなさは、体にのみへの関心ではない。妄想であれば、妄想性障害である。 成人の BDD については、その社会的混乱が、軽度の場合、認知行動療法を個人、またはグループ単位で提供する。重度の場合は、釣りによる薬物療法、もしくはさらなる強度の個人単位 CBT を行い、重度の場合は、薬物療法と CBT の療法を実施する。釣りを使用する場合、ナイズは、 その第一選択肢はフルオキセチンでなければならないとしている。これは他のスリよりも BDD への有効性の証拠が多いためである。スリにて寛解が見られた場合、その12ヶ月後をめどに弾薬を検討する。抗精神病薬、酸関係抗うつ薬、スンリー、マオイ、抗不安薬は一般的に BDD に使用してはならない。 児童青年の BDD については、その年齢に合わせた CBT を実施する。スリは、有害事象が報告されているため、投与は、身長を期する。集計恐怖患者は、性格的に劣等感を持ちやすい。特にこの症状ゆえに、社会的活動を放棄し、引きこもりなどで、就労や学業が思うようにはかどらず、社会的コンプレックスを強く持ちがちで、 周囲と足並みを揃えられない、自らの非力さで、自責の念に囚われがちである。しかし決して怠けているわけではないので、そのような部分を含めて、神経症精神療法で広く応用されている、森田療法でいう、ありのままの自分を受け入れる精神で、自らの容姿も、去ることながら、無理をせず自らの生き方も許容することが大切である。 本来持っている上昇志向などの良い側面が歪んだ形として、容姿に集中してしまっている状態であり、その向上心を例えば仕事、学業、趣味、特技等良い方向へ活かし切るのも大切である。この障害は、性格的な要素が大きいため、感知を期待するよりは、いかに良い方向へ利用していくかが、鍵となる。こだわりは、短所でもあり、 長所でもあるという認識が大切である。心理療法に関しては、治療者や支援者のサポートに基づいた認知、行動療法や森田療法の治療効果が報告されている。どのような治療法を選択する場合にも、需要的、共感的態度で接していくとと,ともに、症状や治療法に関する心理教育を十分に行うことが必要である。 森田療法森田療法では大丈夫であるという事実を繰り返し提示したり、本当にやりたいことを再認識できるように導いたり、するとともに体に関する不安をそのままにしておき、やりたいことや必要な行動をどんどんとしていくことで、不安はどこかに消えていくという考えに基づき行動の変容をサポートした事例がある。また、 同事例において、自身全体に対する自己肯定感を高めることと、身体部位に対する肯定感を高めることを同時に、サポートしている。さらに、患者が身体部位へのとらわれから脱し、現実の外界との関わりを徐々に増やしていくことで、生活に対する自信をつけていくことができるよう、支援も行っている。認知行動療法認知最高成法と、 学路反応妨害法の併用が効果的である。また、ナベタは認知行動療法、問題解決法などの様々な心理療法を組み合わせた3ステップアプローチという治療法を提案している。治療の方向性を説明するガイダンスセラピー、認知行動療法を活かした心理教育的アプローチ、人生全体がテーマとなる心理療法から構成される。その中で といったことができるよう、本人をサポートしていく。ありがとうございます。